ぜひね、交流していただきたい。さあ、山本由伸対決、これは負けられんぞ。負けられないぞ。さあね、大輔さんがね、渡来の覚醒どうかねって、強いかどうか、皆さん使っている方、今日誰かいなかったっけな、提督郵政提督、渡来の覚醒使ってるよね。使ってましたよね、郵政提督。うん、あ、昴生さんが言ってくれてる。まだ弱いけど、これから化けるのを期待して置いとくのありですと。うん。大ちゃんさんがホークス純正には吉野部いないぞと。これはですね、あれじゃないですか、大ちゃんさん。今後来るかも、ドジャースから帰ってくるかも、みたいな。ドジャースからが、これいろいろ怒られるな。ホークスの、これはね、オリックス純正のおいおいさんにも怒られるかもしれない。ドジャースから帰ってきて、オリックスだったらね、うん。将来性を求めて取りましょうと、おいおいさんもね。さあ、オッケー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 。うん。特殊能力の初級はつけるべきかと、大輔さんが。さあ、こちらは代打が来る。スティーブンソン、ブンソン、ブンソン、メガネかけてる。え、ソフトバンク行ったら吉野部ミキサーするよと。これはね、愛がえげつない。おいおいさんの。もしドジャースから吉野部がソフトバンクに帰ってきてソフトバンクに行くようならばは、ミキサーをかけてやると思う。吉野部は、えげつない。えげつない。ブンソン、ブンソン怖いな。ブンソン。ブンソンメガネかけてるんだ。ブンソン、よしよしよし、オッケーオッケー。うん。さあ、吉野部かわいそうと、大ちゃんさんがこんな選手はソフトバンクにいませんと。いや、もしかしたらね。よし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 、オッケーオッケーオッケー。オッケー。お願いします。おいおいさんが、有原式 FA は許しませんと。許しません。これはね、愛がね、愛ゆえに、これはサウザーもね、サウザーも愛ゆえにですから。はい。こびぬ。うん。ねえ。さあ、吉信対決、まずはレオンが三者凡退に抑えてさ、こちらストレートよく見抜く。昴生さんがね、吉信は阪神をオーンと。昴生さんが、阪神に吉信が入ったらこれは、阪神ファン大歓喜とか、どこの球団もね、うん。ショートをご覧くださいと。ショート誰ですか、大ちゃんさん。ショート誰？うん。ナイスボール？うわー、ナイスボールだな。いいとこ入れてくる。よく見た、よく見た。入ってくる。国防さんの、いいとこ打ちすぎだな。ここで、ショート、ブンソン、ショート、ジーショートがブンソン、ブンソン取れる？これ。取れる？ショートが取らない。今のショートのポジションやろ。サードが取るんか、今の。ブンソン、何してんねんと、サードに任せんなと。ゆうきそうさん、ごめんなさい。何してんねんすよね、今のは。ショートのブンソンに取ってほしかった。危ないよ、危ないよ。うん。吉野部と正隆がオリックスに帰ってこなかったら、プロ野球はもう見ないと、およいさんがね。これはね、さすがにね、帰ってくるとしたら、オリックスですよね、およいさん。ただね、正隆が帰ってきた時に背番号、ね、龍馬が、ね、7つけちゃったから。ナイスギーター、そこはギーター、うん、いやー、ウタさんね、西武ファンとかも秋山の時同じ感じだったの。いや、ぶっちゃけね、ウタさん、秋山選手はね、帰ってきてほしかったけど、帰ってこないだろうなとは思ってたっす。わー、ギフちゃんさん、お疲れ様です。大会お疲れ様でした、ギフちゃんさん。
プロスピ強いさん、ごめんなさい。今日はね、締め切っちゃったんですよ。申し訳ない。申し訳ないです。またね、水曜日。次はね、水曜日。水曜日は、セリーグ純正、セリーグ限定、セリーグ限定マッチやらせてもらいますよ。うん。ユーセイテッドがね、藤波が阪神に戻ってこなかったら俺は激怒と、はい。藤波ね、阪神戻ってきてくれるかな。いいと思うってね。あやすけさん、フォローありがとうございます。龍馬に蜂を背負わせますと、その頃にはマーゴしんどいと思うんで、なるほどね。蜂に移動して、龍馬はね、あやすけさんが新赤、ありがとうございます、あやすけさん。ようこそ。フォローもね、ありがとうございます。初ライブした、あやすけさんライブしたんですね。あやすけさんもライブ配信をされてる方。ぜひね、皆さんね、よかったらですね、あやすけさんのライブ配信も見に行ってくれたら嬉しいです。ぜひぜひ、あやすけさんはプロスピの配信かな。もいもい。もいもい。ああ、入ってこなかったか。歌さんがね、阪神取るかな、藤波音。俺はね、巨人に行きそうな気がする。巨人に。ブーンソン！ブーンソン動かない！ブーンソンが動かない！プロスピさん、今日はですね、もうルーム締め切っちゃったんですよ。申し訳ないです。申し訳ない。プロスピさん、またね、水曜日、ぜひお願いいたします。プロスピ中心にもしていこうと思いますと、あやすきさん、ぜひね、皆さん交流してくれたら嬉しいです。ここで藤井くんか。藤井くんか。よし！あー！巨人も取るかなと怪しいぞと。ストライク！これは、お、ありがとうございます、昴生さん。ねえ、あやすきさんの配信をみんなで見に行こうと。ぜひぜひね、皆さん交流していただきたい。集中。よし！うわー！もうまっすぐじゃん、今の！うたさん、じゃあこれね、聞きたい。巨人純正の方、もし藤波くんが巨人に帰ってきたら、もちろん、取るよっていう方、巨人純正の方、藤波くんが巨人に帰ってきたら取りますか？こっち集中？ワールドスターの能力なら、ワールドスターの能力ならね、もちろん、これね、他の球団の人たちもそうっすよね。もう西武ライオンズなんて泣いて喜びますわ。西武ファンからしたら。落ちてこんのかい！落ちてこんのかい！今んとこ、くっそー！うまいな、配球！ナイス配球。さあ、吉信。ここはね、ゲッツー理想よ。ナイスバント！ナイスバント！いやいや、野球してる。しっかり野球してるな。ここはね、ピンチだぞ。よし！よし！ナイス！ナイス！ナイス！ありがとうございます。早い！ありがとうございますが、早い！まだね、終わってないですから。0点に抑えれば、レオンはですね、ここはさよなら行きたいよ。どすこい？ナイスボール。集中よ。よく見た、よく見た。よく見たよ、内線。内線。よく見た。さあ、ここはね、カウント、おっと、ピッチャー交代？カウントを取りに来るか。押すな！ここをショートに転がせばなんとか、ブーンソン。まっすぐね。よく見てる、昴生さん、よく見れてる。ありがとうございます。ブルドックってなんだ。おー、これは走れないや。走れないね。くっそ、ブルドックってなんだったっけ。あれか。なんだったっけ。ブルドック。
もうサードちょっと待って、今通り抜けたぞサード。タイジャさん犬です、そう犬、ブルドッグ犬ですね。タイジャさん今サード通り抜けたぞ。